ホセマニュエル・フェルナンデスは、ドミニカ共和国バルベルデ州マオ出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB のデトロイトタイマース参加所属。2012年に、トロントブルージェイズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグブルージェイズで、プロデビュー。9試合に登板して2勝0敗、防御率1.52。 34奪三振を記録した。2013年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグブルージェイズでプレーし、16試合に、登板して1勝0敗にセーブ、防御率2.70、13奪三振を記録した。2014年は、A、A-9 バンクーバーカナディアンズでプレーし、21試合に、登板して1勝1敗にセーブ、防御率4.01、24奪三振を記録した。 2015年は A 級ランシングラグナッツでプレーし35試合に登板して1勝2敗12セーブ防御率3.3141奪三振を記録した2016年は A 級ダニーデンブルージェイズでプレーし29試合に登板して1勝1敗防御率4.1241奪三振を記録した2017年は A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーし、41試合に登板して1勝2敗4セーブ、防御率5.44、48奪三振を記録した。2018年、マイナーでは、A 級ニューハンプシャーとトリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレーし、2球団合計で44試合に登板して4勝3敗、4セーブ、防御率2.97、 65奪三振を記録した。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは13試合に登板して防御率6.10、6奪三振を記録した。2018年11月2日にウェーバー工事を経てデトロイトタイガースへ移籍した。2019年7月3日に ディエフェとなり、5日に40人枠を外れで、マイナー契約となった。ありがとうございます。